皆さんこんにちは。1950年、7歳の時に小豚のラッパで童謡歌手としてデビューすると、その後パン売りのロバさん、南十字星の歌などのヒットを飛ばすほか、容姿の端麗さと均整の取れた体型で八頭身美人と呼ばれ、少女たちの間で絶大な人気を誇った近藤恵子さんですが、22歳の若さで突然芸能界を引退し、その後心中未遂を起こしています。今回はそんな近藤恵子さんの若い頃の活躍や経歴を童謡歌手デビューから時系列でまとめてみました。近藤恵子さんは1950年、7歳の時、キングレコード専属作曲家であった山本正幸氏に師事すると、1951年8歳の時、小豚のラッパーで童謡歌手としてデビューしています。そんな近藤恵子さんは1954年11歳の時、キングレコード専属となると、後に音楽文化研究家となる長田行司氏が担当ディレクターにつき、過去の名作童謡の再レコーディングを行ったそうで、以降数多くの童謡をリリースしています。ちなみに南十字星の歌は石森章太郎さんの漫画を原作とする同名テレビドラマ解決播磨男の挿入歌で、近藤恵子さんはメインキャラクターのうちの一人、玲子役も演じています。また近藤恵子さんは童謡歌手として活動する傍ら、子役として映画やテレビドラマでも活動しており、1954年11歳の時にはテレビドラマ星を見つめて私のお母さんで主演を務めると、その後もテレビドラマでは1959年にはジャガーの目、1960年には解決播磨男、1962年にはバリ島への道、1963年には松本清張シリーズ黒の組曲結婚式、映画では1954年には透明人間、1955年には続宮本武蔵一条寺の決闘などに出演しています。そんな近藤恵子さんは童謡歌手の少女たちの中でも、容姿の端麗さと均整の取れた体型で八頭身美人と呼ばれ、少女層を中心に人気を博すと、雑誌明星などのグラビアに美空ひばりさん、中村金之助、後のよろずや金之助さん、三橋美智也さんなどのスターに並んで迷子を登場するようになるほか、1961年18歳の時には雑誌少女において行われたスター人気投票で、松島智子さん、美空ひばりさん、中村金之助さん、古賀聡子さんに続いて5位にランクインするほどの人気を博したのでした。こうして童謡歌手として絶大な人気を博した近藤恵子さんですが、1961年18歳の時には作曲家の飯田三郎氏に師事して歌謡曲を学び、童謡歌手からの脱皮を図ると、同年には白い花の思い出をリリースしています。しかし近藤恵子さんは1965年22歳の時に突然引退宣言。その後近藤恵子さんは同年1965年4月28日群馬県草津の有料道路に停めた乗用車の中で、妻子ある自動車セールスマンの男性と心中未遂を起こしています。異変に気づいた通行人がなんとなく中を覗き込んだところ、倒れている男女の姿を発見し、すぐに通報し救急車が駆けつけました。近藤恵子さんは病院で奇跡的に一命を取り留めましたが、なんとお相手の男性はそのまま亡くなってしまっています。男性の妻は半狂乱になり、入院中の近藤恵子さんにつかみかかりましたが、近藤さんは早く殺してちょうだいと無抵抗。近藤さんの首を締め上げた女性を近藤さんのマネージャーが何とか引き剥がしたそうです。そんな近藤恵子さんはそれ以来公の場に出ることはなく、そっとしておいてほしいと言っていたとのことです。ちなみに
近藤恵子さんの担当ディレクターだった長田行司氏の著書童謡歌詞から見た日本童謡史によると、近藤恵子さんはその後ハワイに移住したそうで、この本が出版された1994年時点でハワイ在住と記されているようです。童謡歌詞から見た日本童謡史は1960年代の童謡歌詞について書かれた本なのですが、長田行司氏は一時期近藤恵子さんのマネージャーを務めていたこともあったそうで、近藤恵子さんの心中未遂についても詳しく書かれているとのことです。一方でテレビドラマジャガーの目で近藤恵子さんと共演した大瀬浩一さんは、2008年月光仮面を作った男たちの中で恋人役の恵子ちゃんはとてもいい子で、こんな子だったらお嫁にしたいなぁとさえ思いましたよ。池袋の要町あたりにお母さんと住んでいて、恵子をよろしくってすっかりお母さんにも信頼されてたの。手を握ったこともないんですけどね。その後、確か信州の方で妻子あるメーカー勤務の男性と心中未遂。本当にショックだったなぁ。その後は芸能活動をやめて本郷の東大の近くでスナックやってると聞いたけど、行ったことないんだよね。と語っており、前述の長田行司氏の話とは異なりますが、近藤恵子さんはスナックをやった後にハワイに移住したのかもしれません。ちなみにハワイに移住した理由についてですが、芸能界を引退する直前にマネージャーに、人を殺してしまったのだから、もうこの国にはいれない、と語っていたことがあったそうで、もしかしたら心中事件の罪悪感、もしくは妻や子供からの恨みに対する居心地の悪さがハワイ移住の決め手になったのかもしれません。また、2024年現在、近藤恵子さんの消息は不明です。情報によれば結婚もされずに、パートナーもいないまま、孤独死を遂げたと言われています。中には自殺だったとも囁かれていますが、真相のほどはわかりません。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。